ですね、我々ロイズなんと個人の YouTube チャンネルロイズチャンネルを開設する運びになりました。おめでとう。やっべー。これからですね、月曜日の夜9時に月9という形で毎週ね配信していきたいと思いますんで、はい、憂鬱な月曜日吹き飛ばすようなね面白い動画作っていきたいと思います。はい、ロイズチャンネル一発目の動画なんで、まあ、ロイズチャンネルでねやりたいこととか企画会議やないけどこんなことしてみたいよみたいなものを皆さんに話してもらいたいと思うんやけど、どうやろともやん。いやでもやっぱり僕は笑わせたい、まあ、そうねってとこはあるから、ぶっ飛んだことはしたいんだ。ブーツのでもあの続編は絶対やりたい、前から言ってるけど、あの伝説のブーツの動画ね続編やりたいし、でまあまあ釣りとかもねやっていきたいかなって感じかな。こうだよ、どうでしょう。僕ね、あんまりこう企画という企画をこうどっちかというとやらされてる方が絵になるタイプ。はい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 、ジェットコースターに乗せられたりとか、バッグに飛ばされたりとか、だからそう割と体は張っていきたいなとは思うんですよ。リアクション芸だしね、でかいわけ。まあそうですね、まあ、将来的にはスカイダイビングとかもやりたいですし、女の娘編はあのやっぱりヘアメイクさんとかにももう一回やってみたらと勧められてるんで。やってたね、それ、あのアダルト規制アダルト規制かなって。皆さんどうですか、どうですか、どうですか。はい、逆ドッキリしたです。逆ドッキリ、あドッキリに対してのさらにドッキリ言ってまうやつや。だからまあメンバーじゃなくて、うん、よその後輩のバンドマンとかを、はいはい、とスバルが組んで、はい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 、一緒にクイナにドッキリかけようぜってして、あっちはかけてくるけどこっちはさらにドッキリでガチ切れするみたいな。ドッキリ系ね。そう、ありやな、それは。心が痛くなる。僕も結婚あるんすよ。メイク動画もやりたいよ。あれ結構評判良かったからメイク動画もやりたいし、ボーカリストなんで歌ってみた、はい、いいね、はやっぱり上げていきたいなと思ってるし、あとやっぱその突っ込んだネタとかも結構好きやったりするので、まあ、そういうちょっと踏み込んだところもやっていきたいなと思うし、そうですね、あとまあともやんといつも撮ってるようなゆるの動画も , 笑えるけどね、ええー、なと思うのよ。でまあそれこそロイズ全員でわちゃわちゃしてる動画もええなと。そうですね、やっぱロイズはあのまあロイズっていうバンドは初めて知るよって方ももちろんいると思うんですけど、全員関西出身なんですよね。でもう今10年目か、10年目でほんまアホやねん、ほんまに。それだけはほんまに変わらないけど、でもそこがちょっと売りというか、まあ、メンバーの中の良さじゃないけど、そういうとこがやっぱ良かったりするんで、まあ、そういう動画をやっぱり出していければいいなと、うん、それライブとのギャップを楽しむ、ね、そう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 、でライブはめちゃめちゃイケてるやん、うん、そこでのこうおもろいのギャップをね。ロイズチャンネル月9っていうことで、昔さあの花よりロイズありましたね、月9ドラマじゃないけど、まあ、ドラマめっちゃおもろいけどな。もう大丈夫だよ、安心安全なとこ連れてきたから。僕ら結構前から実は YouTube の先駆けみたいなことやってたんですよ、実は6、7年前ぐらいからやってた。そうね、あの滝行から始まる、そう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 、頑張ろうぜ企画。やってたんで、まあああいうのもまたできたらそうねいいなと思ってますんで、まあ、こういうのやってほしいみたいなのあったらコメント欄にね書いていただいてもいいですし、事務所の方にメールでいただいてもねいいですし、まあ、いろいろね楽しい、時間を提供できるようなことをねじゃんじゃんやっていきたいと思いますんで、何卒応援よろしくお願いいたしまーす。ということで、ロイズのこれからのチャンネル期待してるよと思ったら高評価、そして何より皆さんのチャンネル登録お待ちしておりますんで、お願いします。はい、何卒よろしくお願いします。それじゃあロイズちゃんでした。バイバイ。